good morning everyone, welcome back to another video. How are you doing? And this is early morning. Today is my political speech too. About half an hour, let's do this. ということで今からね、また30分ぐらい街頭演説をしてみようと、思います。本当に毎回毎回、つまらない話をしますのでね、もうちょっとね、面白いような、ね、動画も作りたいんですけども、まあ、とりあえず、まだまだ自分は落選している身分なので、まあ、街頭演説とかは、ありがとうございます。毎日その YouTube の方に、動画をアップしていけるようにね、まあ、継続は、していこうと思います。まあ、次の選挙は3年後ですけど、まあ、3年でもね、その貯めれる資金もそんななかなか、ね、普通に働いてるだけでは、用意できないし、そんな余裕があるわけでもありませんのでね、まあ、とにかく頑張って継続をしていこうかなと思います。じゃあ行きましょう、やってみましょうか。今日もじゃあボリュームは4ぐらいでね、行きます。こちらは子どもの未来を作る党代表の、杉本です。まあ、今年で、5年目にはなりますが、2015年の後半ぐらいから、政治活動を、始めています。で去年の4月に、4月にね、地方選がありましたが、落選をしたので、今は2つ目の政治団体を作りました。名前を変えて子どもの未来を作る党という、まあ、代表、そういったまちづくりを、目指していきたいので今から、政策をね打っていくべきかなと、思います。本当に日本の、特徴としては、変化を嫌う、特徴がありますし、政府公務員というのはね、今のままが一番ぬるま湯でね、心地いいので、クビにならないぬるま湯公務員は、絶対に改革は邪魔をしてくると思います。ですから、その、いい方向に改革するためにも、なるべく早くね、着手していかないと、本当に変化できない国になってしまうと、個人的には心配をしております。で、まあ、学校現場も、市役所や県庁と一緒で公務員があまり数がね余っていますから、まあ、子どもの未来を作る党としては、存在価値のない公務員、税金負担職員は法律を変えてリストラと偏愛に代替をする、それよりも子どもたちの未来に投資をして、未来的に国力が強くなるように、新しい政策を提案していきたいなと思っています。まあ、地方議員とその国会議員は仕事の内容が全く違いますので、ただ国会の場合は、法律を作るのが仕事で、地方議員の場合は、まあ、法律には全然手を出すことはできませんが、法律に反しない、範囲で条例をね作ったりすることはできますので、まあ、もし地方議員になることができれば積極的に自分で考えて条例を作って、特に公務員に対する義務と罰則を、条例を、提案をねしていきたいなと思っています。まあ、毎回毎回、言っていますけども、浜松市役所とかいろんな公務員も、浜松のここだけではね相当の、人間が、遅刻をしているかと思います。作っていきたい。
ドン川の、移民の人たちに来てもらうと、そういうスタンスの方が、経済の成長には、かなりプラスになるのかなと思います。まあ、日本の経済も、本当に、成長しているとは言えませんので、まあ、数値もその常に、ね、変化していますから、まあ、なんとも言えませんが、まあ、一番正しい、データではマイナス 28.1% ということで、かなり落ち込んで、いると思います。まあ、ただその空き家とか空き部屋もたくさんありますし、まあ、東京までも、ね、新幹線使えば1時間半ぐらいで行けますから、で空き家もたくさんあって、もうちょっとその起業家を受け入れることができるようなね、体制も作っていけるように、提案をしていきたいなと思います。本当にその優秀な人材を、世界中でね、必要とされていますので、まあ、こういった流れにも乗り遅れないように、特にその起業家のような、人材を育てていくべきかなと思います。まあ、とにかくその公務員だけがね、増えても本当に邪魔なだけですからね、税金を食いつつだけですから、日本の国を作っていくのは優秀な企業家だと思います。日本の国を作っているのではなくて、税金を、ね、食いつぶしているだけですので、本当にその本当の公務員の姿を皆さんには理解をしてほしいと思いますし、まあ、学校でも、ね、子どもたちに、本当の公務員の姿を、教えていきたいなと。それをこう方向を、ね、ちゃんとするためにも、その教育の果たす役割がね、結構大きいと思いますので、まあ、学校の教員も公務員ですから、まあ、ただ仕事をやらないのは、こういった公務員の本当の姿も教えていきたいなと、小中高でね、本当の公務員を教える必要もあると思いますし、まあ、毎回言ってますが、まあ、教育も、英語の教育じゃなくて、英会話の教育も、絶対必要だと思うんですね。なのでその英語でそのコミュニケーションが取れるぐらいの能力を身につけるとか、まあ、政府公務員から、ね、搾取されないようにするためにも金融の、ね、教育も絶対に必要だと思いますので、確かにスイスがその世界的な英語のテストをね、日本の子どもたちの能力というか成績は、アジアの国でも、ね、かなり下の方だと、思います。まあ、ライティング、リーディングだけなら、ね、できると思いますが、ヒアリングとかスピーキングとか、そういったものになると非常に苦手だと思いますから、もう少しそのネイティブ並みの英語が身につけられるように、学校の教育もレベルアップをしていく必要があるかなと。世界共通語になってしまっていますから、まあ、特にこれからの子どもたちが、21世紀活躍していくためには、
英語しか話、日本語しかね、話せない日本人ではかなり弱いと思いますので、まあ、最低限の日常会話ができるぐらいにはね、教育もレベルアップしていきたいなと思っています。で、2つ目としては、やはりその金融の教育もね、外せないと思いますので、英語で稼ぐことも絶対にできると思いますから、まあ、その人生の保険の意味もありますがね、金融の教育は絶対に導入した方がいいかなと思います。まあ、とにかく、ぬるま湯公務員が甘やかされていて、公務員を守るため の、 その頑張り規制もたくさんあって、毎年毎年ね、増税ばかりしていますから、彼らはね、このぬるま湯公務員は。金融の知識を勉強することと、公務員の本当の姿もね、子どもたちに教えるということは、これが本当のね、実践的な教育なのかなと思っております。まあ、公務員を信用しすぎていると思いますし、騙されていることにも気づいていないと思いますので、もう少しね、そういったその本当の、姿をね、教えていきたいなとは思います。まあ、少なくともその、お金とね、税金の勉強というのは、思っている以上に重要だと思いますし、金融の、ね、知識がその収入に直結してくると思いますので、まあ、ドイツも昔はあまりその金融の教育がなかったみたいですから、今ではドイツもアメリカ人並みの投資の、ね、スキルを持っているみたいですし、まあ、英語もできて、投資にも精通しているということで、まあ、ドイツ人も、ね、かなりそのうまくやっているのかなと思います。まあ、経済もドイツは1億2000万人の日本が GDP が確か100兆円で世界第3位と、8000万人のドイツも日本に近い GDP を、叩き出していますから、もしね、ドイツと日本が同じ人口だったらドイツに負けていると思います。で、今はそのインドもね、第4位ぐらいでしたので、もうすぐインドにも抜かれそうですから、そうすると日本の GDP も、4位、5位とどんどん下がっていくと思いますから、まあ、まあそうなればね、その方が、こういう腐った公務員をね、リストラする方向に動きになっていくと思いますので、まあ、自分としてはそれでいいのかなと思います。まあ、日本の政府公務員何も仕事しませんから、当然、簡単にできますので、まずは知ってもらうことから、始めていくべきかなと思います。まあ、学校の教育もその答えを覚えるだけの教育になっている、ということと、まあ、学校のシステムもね、公務員である教員ファーストになっていますから、まあ、学校のシステムも子どもファーストになるように、これも、訴えかけていこうかなと思います。まあ、前坂中は確か2015年にまあ、復活、ね、することがあるとは思っていなかったんですけども、まあ、少しだけ、復活することができましたが、まあ、前坂中も、ね、非常に、優秀な子どもがたくさんいて、能力も、ね、非常に高いと思いますから、本当に教員ファーストの学校のシステムだと、ね、子どもたちが非常にかわいそうですから、ここら辺も、ね、変えていけるようにベストを尽くしていこうかなと思っております。ということで、子どもの未来を作る党というね、2つ目の、政治団体を作りましたので、まあ、基本は無所属の一人だけの、政治戦をしていこうと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ということで、まあ、今回31分ぐらいです。ちょっと短いですけども、これで、街頭演説を終わりたいと思います。All right, guys, just finished my political speech. I was a junior high school art teacher in 2015. But I wanna try again Japanese local election because Japan needs change. Tax staff heaven finished. And
ジャパニーズエデュケーションリフォーム。Thank you for watching. Smash like buttons and subscribe. Stay tuned. See you there. Yara, Yoro. Bye.